今度新しく出るあのー、今日はですねまだあのこのペレカルのパッケージができてないんでこれは仮のパッケージですから今度ちゃんときれいないいやつができますんで1つよろししくお願いしますこの餌の特徴はですね、えー、ペレット系の餌なんですけども非常に軽く仕上げてあります。ですからあのー 今流行りのライトペレチューですか、えー、それを簡単に作れるそのベテランそれから初心者問わず、えー、この書いてある通りに作ればあの餌持ちもよく適当にばらけてそれで釣れ餌ができますこれがですね、えー、今作ったばっかりのペレカルですこういう感じに仕上がりますでこの餌のいいところはですね えー、誰が使っても簡単に丸めて餌付けができます。あの圧をかけなきゃ餌が持たないとかってそういうことじゃないんですよ。本当にこの餌はですね。あの今こう出来上がった餌をこう持ってもらうとわかるんですけども、本当に簡単に餌付けができます。ですから、あのー、粘りとそれからこのペレットの修行力ですから。これ日曜日なんか混んだところでも絶対当たりをもらえる。 でその重さもその特別極端に重たいわけじゃないですですから混んだあまり重ですからその点そのペレットが入っているんだけども軽くて魚の就業力があって当たりがもらえるこれがこのエサの最大の特徴だと思いますですから自分はいつも西に釣れない餌はいはと思っていませんですからこのエサのいいとこは。 日曜日に当たるんですよぜひ皆さん使ってください